こんにちは。今日は私がいつも使っている接着剤を紹介しつつ、くるみボタンにアクセサリー金具を貼り付けてみたいと思います。いつも使っているのがこの小西ボンド E セットです。ピアスやイヤリング、ヘアピンなど金属の接着に使ってます。室温でちょっと変わってくるんですが、だいたい90分からくっつき始めて完全接着まで約10時間ほどかかります。くっつくまでに時間はかかりますが、強度はかなりすごいです。アクセサリー作りで一番大事なのは強度だと思っているので、時間がかかるけどこれを使ってます。ただ処理をちゃんとしてないと接着力が落ちるので、私なりのやり方を紹介していきたいと思います。
はい、完成です。イヤリング以外はどんなに引っ張っても外れることはなかったです。アクセサリー用の接着剤って結構悩んでいる方多いと思うので、ぜひ試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。